皆さんこんにちは、2021ここが出た、マンション管理士、本試験の回答速報を始めてまいります。担当はレクセニー講師の有山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では、マンション管理士の回答速報というふうに、ね、今お伝えしたんですけれども、皆さんが、ね、最も気になるところが予想点、合格予想点だと思うんですけれども、現時点ではですね、そちらの点数がまだちょっと出揃っていない、データが、ね、揃っていないというところと、細かいところを、ね、現在分析しているところですので、大変恐縮なんですけれども、こちらの、ね、動画では、予想得点についてはちょっと発表はできないというような形になります。で今回私が担当いたしますのは、マンション管理士の本試験の中で、具体的に言うとそうですね、大体30あたり20 25あたりから、ね、始まってきます標準管理規約と適正化法についていくつか気になった問題ですとか、ここの部分ちょっと皆様が、ね、気になってらっしゃる、ちょっと解いていてこんなのやったかしらっていうところもね、いくつかあったと思いますので、そのあたりをお話ししていきたいと思います。およそ時間としましては15分程度でお話をさせていただきたいと思います。はい、それではね、早速内容に入ってまいりますが、まずはね、皆さん本試験お疲れ様でした。多分ね、解かれて今、予想のね、正解紙番号なんかをチェックされて、おそらく何点だというふうに一喜一憂されているかと思うんですけれども、漢字の内容としましてね、難しい優しいの判断材料の一つになるかなというところで申し上げますと、問いの46から問いの50にかけて、こちらの部分でですね、個数問題が、今私が数えた限りだと4個ありましたね。問いの50は、通常のね、四肢択一式ではありましたが、46、47、48、49と怒涛の個数問題4連ちゃんという形でしたが、ただ全体を通してみると、個数問題は、おそらく8個、8問出ておりましたので、その観点で考えると、個数問題なんかの、俗に言うちょっと答えにくいものが多かったか少なかったかでいうと、例年通りかなというところではありますね。でさらに、細かな内容としまして、その標準管理規約としましては複合用途型から2問出題がありました。で団地から1問ですねというような形でしたが、この複合用途型に関してですね、ちょっと1個細かな点から出題がありましたので、ちょっとそのあたりを、ね、一緒に確認していきたいなと思っております。今回ご紹介するものに関しては問題の順番ちょっと前後しますので、皆様お手元にお持ちの、問題集でちょっとパラパラとしていただきたいんですけれども、まずはページ数というと、本試験の、ね、問題数で問題の差しでいうと19ページの、問いの33ですね。こちらが複合用途型の1問でしたが、今回の内容としては適切なものを探してくださいねと、適切なものはどれかという問題でしたが、現時点で、判断している内容としては、選択肢の1番がこちらが適切であるというふうに判断しております。で内容としてはですね、複合用途型で、展望部分の屋上を、駐車場として使用しますよというふうに言っているのですが、この駐車場の使用料を全体の修繕積立金として、積み立てる必要がありますよという内容で、実はこちらですね、改正されているものになるんですね。ですのでちょっとね、ここの改正ポイントを、ただね、複合用途型ですからどこまで対策をしているかというところではあるのですが、改正ポイントを細かく見る余力があって、きちっとチェックされていた方は、ここはもしかして、見た気がすると、改正であったかしらというふうに気づけたかなというところです。ですね。で次の、足の2番なんですけれども、あくまでも現時点での判断ではあるんですけれども、これに関しては、不適切であると。でこれはですね、根拠としては、規定がないぞと、このような規定はないということで、不適切というふうに判断しているんですが、そうですね、で3番4番あたりもですね、この一項こうしなければならない必要がある、例えばですけど、それぞれの部分の会計業務に当たらせる必要がありますよっていうような、明確な、規定自体が、ちょっと見当たらないということで、こちらの、1番が明らかに、記載もありますし、ここで改正ポイントとして、正解しというふうに判断しております。ただね、ちょっと複合用途型ですから、どこまで対策を取っているのかっていう点もね、もちろん考えなければならないので、
そうですね。これが例えばですけど、正答率が 50% 以上いくのかというと、まあ、ちょっと細かいところもあるので、まあ、ある程度はいくと思うんですけど、ちょっとね、まあ、判断できないところでありますが、若干難しかったかなと、まあ、改正ポイントが、ね、出てきたという点では、対策が難しかったかなと思います。で、次がまたね、少し順番前後しますが、今度は問いの30番ですね。はい、問いの30番。はい、問いの30番はページ数でいうと、まあ、18番ですね。18番。はい、ページ数の18ページですね。の問いの30ですが、こちらもね、適切なものはどれかということなんですが、まあ、これはね、通常の、標準管理規約ですが、適切なものはどれかと。でこちらに関しては適切なものは現時点ではこれ3番と判断しております。で3番なんですけれども、まあ、どういう内容なのかというと、その規約の変更をしましょうという、まあ、決議をやりますよと。でその時にそのマンション、まあ、今回の、舞台となっているマンションの中に複数の住戸を守っている組合員の方がいたと。でその方がその占有部分の数の議決権の行使を提出してきましたよっていうことなんですが、今回この足の3で聞いてるのって、まあ、これなんですよね。組合員総数で、組合員総数っていうことは、まあ、そもそもですけれども、これ区分所有法の話ね、こちらの区分所有法の話も今回の問題は絡んできているわけですけれども、その区分所有法の、まあ、基本的な考え方でいうと、区分所有者及び議決権の何分のいくつ以上っていう話ですよね。だからそうしますと、こっちの区分所有者すなわち組合員の数と議決権っていうのがあるわけですよね。この議決権っていうのがあると。でそうするとこれで、ね、皆さん書かなくていいですが、例えばですけど、まあ、こんな感じのマンションがありまして、これですね。でちょっとまあいびつなんですけれども、全てが同じ平米数だと仮定して、 A さんがですね20個持っていますと。で B、C、D、E と。でそうしますと、まあ、50平米でそれぞれ同じ広さです。でそうすると、まあ、原則として議決権は、まあ、同一であると。各部屋各占有部分は同一だと。でそれで考えた時に、その A さんは50平米のお部屋を2つ持っていますから、当然議決権に関してはこの B から E までの他の4名と比べると、まあ、倍持っていると。ところがその区分所有者の数、まあ、すなわちここで言われているところの組合員の総数、組合員の総数としてじゃあどういうふうにカウントするかというと、 A さんというのは2人存在するのかというと、 A さんは1人ですよね。1人だから、その考え方として区分所有者の数としてこれは1カウントで、議決権割合の方でこれは A さんは他の方より、まあ、2倍になる。なぜならまあ2部屋持っているからというふうに考えるんだということで、まあ、ちょっとね言い回しが、議決権行使書が提出されましたよ、じゃあ組合員総数はというふうに言われてしまっていますから、一見するとん何のことを言っているんだっけというふうになったとは思うんですけれども、ただまあよくよく検討してみると、その区分所有者およびその議決権の、まあ、いくつ以上というのでやっていたのと、じゃあ区分所有者と議決権ってどういう違いがあったんだっけというところを、まあ、思い返せれば、ちょっとね異なる言い回しでやっぱり出題されていますので、そこをこうつなげるのが一瞬っていうふうになったと思うんですけれども、まあ、そこの部分を出せれば、まあ、3番でこれは一撃でいけたのではなかろうかと、まあ、現時点ではねここの3番をこういった理由で、まあ、正解したというふうに判断しております。で他の足なんですけれども、まあ、他の例えばですけど1番に関してはこれ無効票として扱いますよみたいな、ね、話をしているのですが、これどういう状況だったかと申しますと、そのさっきの、ね、足の3番は A さんが複数のお部屋を持っていますよという話でしたが、今度の足の1番は1個の住戸を、まあ、つまり1つの区画、1つの、ね、1つの区画を、まあ、例えばですけど A さんと X さんという方で2人で共有していますよと、ね、そういったような形で、まあ、例えば夫婦で共有ですとか、まあ、そういう状況だと言っていると。でこの場合には、まあ、基本的にはその代表となる人1人を選任して、まあ、この方で行きますよというふうに届け出をしておかなければならないと。でその届け出に関しても実はこの選択肢で記載があったと思うんですが、2行目から3行目にかけてあらかじめ2人のうち1人を議決権を行使するものとして届け出があったというふうに言ってると。届け出があった、この時点でその2人いるうちの1人、どっちの議決権を行使していくのか、どっちの意見を採用するのかっていうのが、まあ、一応届け出があった時点で、まあ、決まっているというふうにここでは読み解く。
でそうしますと、まあ、結局どうなるのかという話なんですが、実はこのそれぞれお二人とも、賛否の異なる議決権行使を提出してきたと。だそうすると賛成反対というのが一重項から2つ出てきたということになるわけですが、ただこっちの人の意見でいきますという届け出があったんだというふうに読み解きますから、まあ、そうするとその届け出があったものの、議決権行使書の内容を採用しましょうということで、2通とも無効票として取り扱うというのは、まあ、これはちょっと正しい扱いではないんじゃないかというふうに現時点では私は読み解いています。これで読むと無効票として扱わなきゃダメよっていう風に読めちゃうんですけど、いやただもう確定しているはずなのでそっちでいけばいいんじゃないかなという風に読んでるわけですね。で、まあ、他で言うとちょっとうんという風に、ね、読み取りにくかったところで言いますと、同じここですね、無効票シリーズ見ますと、まあ、議決権行使書と、まあ、委任状を、まあ、通常ね、召集通知に添付してこれを使用してくださいねというような形で、まあ、お知らせを出すわけですけれども、その時にその組合員の方がですね、まあ、なかなかちょっと変わり者でして、せっかく議決権行使書があるにもかかわらず、それは全く使わずに独自でですね、全ての議案に反対ですというふうにね、記載した書面を提出してきたと。すごい困っちゃうなという感じであるんですけれども、まあ、この時点で普通に考えちゃうと、もらってる書類使ってないのでその様式を守っていないから、うん、これはひょっとするとというふうに思われるかもしれないんですが、そもそもですけど、本来その、まあ、決議を取りましょうと、で議決権を行使しましょうという時には、その議決権を行使できる方の意見が、まあ、できる限りこう反映されるものでなければならないというふうに考えると。でそうすると、たとえちょっと様式が異なっていた、で所定の要件を満たしていなかったとしても、きちんとその方の、まあ、意見が反映されているものが提出されているわけですから、まあ、これを、まあ、直ちにこう無効だというふうに扱ってしまうのではなくて、まあ、一応その方の意見として、まあ、出しているもので、そもそも議決権行使書っていうのはその方が主体的にその意思決定をしてそれをまあ伝えるためのものだから、まあ、一応今回の方は、何でしたっけ、全ての議案に反対ですっていうふうにね、まあ、言っているわけですから、まあ、そこの部分をね採用してあげて、まあ、無効とすべきではないんじゃないかなというふうにね、まあ足の一番と同じような読み解き方ではあるんですけれども、ちょっとイレギュラーな内容がね、パラパラと続いている問題が問いの30ではありましたが、まあ、こんな感じで今の時点ではね、私は読み解いている次第でございます。で他の内容に関してももうちょっと細かいところもねあったんですけれども、これは細かかったかなというところで言うと、またちょっと順番前後しますが、今度はですね、問いの26、ページ番号で言うと16番ですね、16ページの問いの26ですね。でこちらもね、標準管理規約なんですけれども、今回の場合は、賃貸をしていますよという前提がありますので、そこの部分ね、まず実際の正解集の内容と密接な関係があるかっていうと、ちょっとうんっていうところではあるんですけど、ちょっと特殊な事情ですから、これが出てくると、要は占有者がねいるわけなので、こういうのが出てきた場合にはもう問題文でもねきちっとチェックをしながら解いていただきたかったなというところでございます。で今回は適切でないものはどれかという問題ですね。で現時点での判断としましては、適切ではないもので言うと、こちらの4番を、これを、不適切というふうに判断していますね。4番が不適切だと。でこの4番なんですけれども、ちょっと一緒に見ていきますと、賃借人は利害関係があるとき総会に出席して意見述べることができる。ここまでは適切だと思うんですよ。要は例えばですけれども、そうですね、ここに今回の問題には具体的には書いてなかったですけれども、賃借人の方が、ペットを飼っていましたと。ワンちゃん猫ちゃんね、ポメラニアンとトイプードルとか飼って、可愛がってるんですよ。でその時にですね、運悪くと言いますか、マンション内の、ね、空気がちょっと変わりまして、ここのマンションはペットの飼育は不可にしましょうという話になると。でそうしますと、占有者の方としては、今私はこのトイプードルちゃんとトイプードルちゃんとポメラニアンちゃん飼ってるのよみたいな感じになるわけなんですね。でそうしますと、利害関係を有しているというような立場になりますので、この方は総会に出席して、意見を述べることができる。で試験対策として皆さんが覚えてらしたと、覚えてらしたんじゃないかなというところで言うと、出席して意見述べることができる。だけど賃借人はあくまでも占有者でしかないから、議決権は持ってないよねっていうのがねあったと思うんですよ。そうすると、
この話は知っているぞと、議決権行使はできないっていう話だったなと。集会に出席して、まあ、総会に出席して意見述べることはできたと。ところがもう少し細かい内容が標準管理規約には出てくると。具体的にはじゃあその総会に出席して意見を述べるときに、まあ、区分所有法でいうところの集会に出席して意見を述べるときに、その陳釈人すなわち占有者の方はあらかじめ理事長の方に、まあ、ある手続きを踏んでおかなければいけなかったと。じゃあどんな手続きだったっけというと、まあ、理事長にきちんと言っとかないといけなかったんだよなと。多分それくらいの覚え方だったと思うんですよ。ところがこれよくよく読んでいきますと、まあ、当該陳釈にあらかじめ理事長から承諾得ておかなければなりませんよというふうに言ってると。承諾を得ておかないといけないということは、もしかすると理事長が承諾をしてくれないっていうこともまあ考えられるわけですよね。それってどうなのっていうふうにちょっと考えていただきたかったのですが、まあ、ちょっともちろんねちょっと難しい内容ではあったんですけど、そうするとつまり何が言いたいのかって話なんですが、この内容で考えていった時、承諾もらえないと出られないっていうちょっと不確定な状況ではなくて、利害関係を有してるってなったら、もう陳釈人は総会に出席する権利があるんだと。総会に出席して意見を述べる権限がある。で、権限があるわけなので、ここに関しては、まあ、正しくはこれ承諾ではなく、あらかじめ通知しておかなければならないよっていう内容が、まあ、正しい内容になると今の時点での判断ですけれども、現時点でここは、承諾ではなく通知が必要なんだというふうに判断しております。まあ、おそらくこれが正解詞になると思うんですが、まあ、他の、ね足がある程度根拠が出ているというのが理由になるんですけれども、なぜかというと、まず1番に関しては、まあ、結局のところ今陳釈人が、ね、ここを賃貸して借りているわけですから、そこを占有している方は別の人で、別の人ということは区分所有者はそこに住んでいない、住んでいないにもかかわらずその区分所有者からその招集通知の宛先についての届け出がないから、どこに今いるのかわからないわけですよね。で、その場合じゃあどうしましょうということで、まあ、届け出のない組合員に対しては、まあ、しょうがないので原則として占有部分の、ね、所在地宛てに、まあ、送ればいいですよということですから、占有部分宛てに送ればいいですよということで、まあ、これは、まあ適切であるというふうに判断できる。で、続きまして2番に関しては、足の2番ですね、足の2番に関してはこれまずね、まあ、前提として理事長ができること何っていうと、理事長はまあ勧告とか指示ができます。で、さらにそれらを食らってしまったその区分所有者に関しては、まあ、食らってしまったと言いますか、もしかしたら陳釈人宛てにしている可能性があるんですが、まあ、それらを受けた区分所有者はその是正のために措置を講じなければならないよと。まあ、こちらどちらもね、根拠もきちっと出てきますので、まあ、これは適切であると。で、最後の3番に関しては、足の3番に関しては、まあ、そもそも代理人によってね、議決権を行使することが可能なんだと。で、その代理人になれる方っていうのはどんな方でもなれたんですかっていうと、そうではなくって、これ実はその代理人になれる方はある一定の資格、まあ、資格といいますか要件があったと。で、その要件、まあ、いくつか挙げますと、例えばですけど、その一親等の親族と。で、そうすると、あとはね、同居しているあの親族の方とかね、があるんですけれども、そうすると今回の場合、陳釈人が区分所有者の子供ですっていうふうに言っていると。あ、子供ですから、まあ、ここに関しては一親等の親族というところでね、まあ、ジャッジができたのではないかなというところでございます。まあ、そうすると最終的に残っている、足の4番が結構ね、足の4番すごい細かいので、あのさらっと読んでしまうと一見正しい内容を言っているんですよ。で、大まかな理解でそのまま進んでいきますと、足の4番に関しても、まあ総会に出席できますよね、できますと。で、理事長に言っとかないとダメなんですよね、まあ、急に言ってもびっくりしちゃうからねと、あ、そうだそうだというふうに読めてしまう。ですからこれに関しては、まあ、ちょっとね、他の上の足1番2番3番に関してもちょっと悩むところはあったかもしれないのですが、まあ、細かいところまでね、こういった形で書き換えて出されるようなものもあるので、まあ、しっかりとチェックできていたらよかったかなというところでございます。はい、ではね、まあ、時間に限りがありまして、本当はもっとお話をしていたいところではあるんですけれども、一旦ね、ちょっと気になる部分ですとか、ちょっとここの部分を一人で解くと
難しかったかなという、ね、問題を、ピックアップしてお話しいたしました。で、個数問題が、いくつかあったものの、実際のその個数問題も、よくよく読み解いていきますと、割と基本事項に関するところでしたり、あとはですね、他の問題でも例えば登録に関する問題がシンプルに出題されているところもありますので、もちろんね、今の時点で、どれくらいの、合格推定点になるかがちょっと出せないところではあるんですけれども、データが、ないのでお伝えできないところではあるんですが、現時点で私が解いた限りだと、もちろん難しいものもあったと思うんですよ。で、その難しいものに関しては、そこまで執着しないで、重要なのはですね、やっぱり他の受験生の方が取れるものをぜひ皆さん取っていただきたい。で、具体的に言うと、例えばですけど、半分以上の方が取れている 50% 以上の方が取れているような問題をいくつかポロポロと落としてしまいますと、当然ですけど平均から少し下に落ちてしまう可能性がありますので、そういったね、読み解けば、あ、これは知っているぞと。で、ちょっと細かいところからの、選択肢もあったと思うんですが、知っている正解詞を、一撃で見抜けたら、もちろんね、2つが候補から外れて残りの2つが気になるっていうのは往々にしてあるところではあるんですけど、そういうものをしっかり拾っていければ、ある程度ね、得点はできたのではないかというふうに考えております。もちろんね、ご自身で考えてたよりもちょっと点数が取れなくって今ハラハラしてるっていう方や、例年のね、合格点、例えばですけど昨年の2020年度でいうと36点で、2019年が37点というような形でね、ちょっと推移していますけれども、そこのちょうど前後のところにいらっしゃる方って、今年はどうなるのかしらっていうのがね、とにかく合格発表まで、不安だと思うんですけれども、今からね、どうしようどうしようというふうに思っても、何も変わることはないわけですから、ちょっと残酷なんですけれども変わることはないですから、もう今日ね、ご自身で今日までしっかり頑張ってきたご自身をしっかりともう褒めていただきまして、多分ね、お疲れだと思いますので、ぜひね、今夜ゆっくりと過ごしていただきたいなというふうに思っております。はい、それでは、2021ここが出た、マンション管理士、本試験の回答速報、標準管理規約と、適正化法の部分ですね、担当させていただきました。それではお疲れ様でした。